ーミニマリストの私が持ってるもの何個シリーズのラストです。 Today's video is going to be the last episode of minimalism that I've been doing last 2 days. Today I'm going to be showing the things I have more than 5 of them. 今日はミニマリストだけど、その種類の中で私が5個か5個以上持ってるものを紹介します。まずプラントは5個持ってます。1、2、3、4、5、6。次にピアスとネックレス1、2。これもらい物だけど3、4。これももらい物だけど5。次に T シャツ、半袖の T シャツは1、2。これ違う、3、4。これロンティーだけど T シャツだと思うから5枚。でジーンズではなくてデニム生地の洋服1、2、3、4、5、6、7。次に本、日本はどんなかわからないですけど、最近はもう ebook でみんな iPad とかで本を読んでるみたいだけど、私はやっぱり触ってページをめくって手元に置いておきたいので本です。次に椅子、これは私のというよりはまあお家にある椅子全部なんですけど、1、2、3、4、5、6。これはちょっと2人暮らしのお家には多すぎる気もするけど6。サンダルとかブーツとか種類は違うけど、ヒール 1、2、3、4、5、 5足あります。赤と緑以外はもう今年買い替えないといけないくらい古いです。あと映画が私は大好きなので、こんなネットフリックスとか YouTube とかが出る前からも結構集めてたので、実家にあるものの中から一応これは私がよりすぐった本当に好きなものだけを持ってきています。ケースはもうかさばるので、こういうなんか100均とかに売ってる付箋紙に入れてコンパクトに収めるように。今日見つけられたこの種類で5個持ってるものはこれだけでした。あとね、なんかこれから同棲をするっていう経験があった方はわかると思うんですけど、この2人それぞれが持ってたものが重なって同じものが2個ずつあるとか、よくありがちな話だと思います。例えばまな板とか包丁とか、なんかそういうものとかは私たちも同棲始めた時に、どっちの方がまだ古くないかって、どっちの方が使いやすいかとかで、それぞれが1種類ずつになるように少しずつ減らしていった感じです。この3つのシリーズは今までやったことがなかったので面白いかなと思ってやってみました。最後に私が断捨離してからも数ヶ月とか多分結構経ってると思うので、もしまだ自粛が終わらなくて仕事がまだ始まらなかったら、来週からまこの細かい見てなかった引き出しとかの断捨離もやってみようと思っています。ミニマリストの形もそれぞれその人の好みとか生活スタイルに合わせたいろいろなスタイルがあると思うんですけど、持ち物が少ないっていうイメージがねやっぱりあると思うんですけど、まあ、こういうのもあるという珍しいタイプのトピックかなと思って今回撮ってみました。では今日も見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. It's getting hot outside. Don't get dehydrated and hope you're enjoying this beginning of the summer. Bye!